みなさんこんにちは。こんにちは。私たち原宿初生の神宿です。みこちんです。めいりんです。よろしくお願いします。お願いします。やっほー、やっほー。はい、ということで、はい、神宿の YouTube 見てますか？うん、見てますよ。最近さ、よくやってるのが、うん、まず第1弾がこう、塩みきら。はい、塩みきら。タンタタンタタン、おめでとう。あの、しおみきらからさ、始まってさ、10の質問をしてみたっていう動画あるじゃないですか。はい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 。で、この間みーにゃんにも質問したんですよ。はい。今回は君の番だ。妹ってことですね。はい、そうです。ということで、今回は橋間めいに10の質問をしてみた、やっていきたいと思います。やったー。それでは早速1問目から。今回はね、こう、はい、橋間めいが、うん、こうより好感度の上がるようなこう動画ができるように、はい、ちょっと私ちゃんとめちゃめちゃ考えてきた。さっき牛タン食べながら、牛タン食べてきた。私サブウェイ食べたい。いや、私買ってきたよね。走られたんだよさっき。それではね、早速やっていきたいと思います。最近の買い物の中で一番高かったものは何ですか？はい、待って、何買ったかも忘れた。これでも結構ありがちじゃない？ありがちですな。何買ったんだろう。何買ったんですか？なんかこれといって高いものを買うっていうのがあんまりなくて。何高いものって。ちなみに私はね、うん、クッションファンデーション買った。なんかちょっといいやつ、うん、で今日それなんだよね、つけてる。なんか肌質違うね。そう、なんかね、ツヤツヤしててね、うん、なんかプルプルしてるの。お肌に合ってそうな感じで。ほんと？なんかね、うん、お肌に優しいやつだった。ちょっと高かった。あんまないよね、お肌に優しいっていうのね。ないの？クッションファンデとか特にね。そうそうそう、結構経営してたんだけど。素晴らしい。え、私？なんかマジ本当に高いの買ってなくて。え、なんかいいよ、なんでもいいよ。なんでもいい。今までで一番高かったものでもいいし。今までで一番高かったもの。そうだな、加湿器だな、そういえば。あ、加湿器買ったの。加湿器買った。確かに時期的にはね、偉い。つけてます、ちゃんと。つけてます、つけてます。で、なんかニトリに液体があって、うん、アロマの。あー、がなんかめちゃめちゃ良くて、なんか金木犀の匂いがするんだよね。あ、好きだよね、金木犀の匂い。金木犀大好きマンなんで、それやってますね。あ、そうなんだ、うん、なるほど。じゃあ一番高かったの加湿器。はい、なるほどね。じゃあ逆に今一番欲しいなって思ってるもの何ですか？一番欲しいもの、何でもいいよ。家でもいいし、島でもいいし。ああ、なるほどね。うん、今一番欲しいものはまあスイッチライトですかね。ゲットできてない。あ、そうなんだ。うん、いつも、うん、私も買ってない。あれってさ、データそのまま移行できるのかな？それは難しいんじゃう。だよね。だからなんかそれが嫌で、うん、なんか変えてない。なんかさ、その家で自分のさ、でっかいさ、旧スイッチやるやん、うん、でそのデータそのままライトに行って、ライトで外でやりたいみたいな、うん、なるほどね、確かにね。ダウンロード版とかできないかもね。そう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 、で私ダウンロード版しかソフト持ってないから。え、そうなの？そう、基本的にあの、現品買わない派なの。おお。だからもう、怖くなっちゃって。でもダウンロード版ばっか買ってるとさ、その、うん、データがさ、もういっぱいいっぱいになって限られてこない。あ、いっぱいになっちゃう。4つぐらいしか。そう、いっぱいになっちゃう、うん、でも最近ね、そんな私はフォトナにハマってる。ほう、やります？フォトナ。全然、一回やってすぐ死んでやめた。いや、あれ最初難しいよね、うん、いや、フォートナイトめっちゃ面白くて。ほう。あれって、こうなんか、みんながさ、よくやってるさ、荒野行動とかはさ、うんうん、こうなんか武器集めて撃つじゃん、うん、撃って1位になるみたいな、うんうん、じゃなだけじゃなくて、建築しなきゃいけないんですよ。うん、素材集めてね。そう、素材集めて建築して、で最終的になんかこう建築がうまいやつが結局勝つんですよ、あれって、うん、そうだからね、結構そこの頭使うところが好きで結構やってるんです。なるほど。スイッチライトが欲しいんですね。はい。じゃあ誕生日いつだっけ？5月25ですね。5月か、考えとくか。やったー。結構高いよ。高いよね。ではそんなメイリーさん、最近よく聴く曲は何ですか？いっぱいあげてもいいよ。ありがとうございます。もう最近はですね、ブラックピンクさんにハマってしまいまして。さん付けすんの？ブラックピンクさん。さん付けすんの？なんか思わない？一応一応、うんうん、ブラックピンクさんね、めっちゃ聞いてますね。可愛いよね。トゥルトゥルってめっちゃ聞いてる。可愛い。韓国ね、そう、私も結構好きだよ。あのね、うん、リサちゃんが好き、私。そう、リサちゃん好きなんです、私も。あ、押しかぶり。押しかぶり敵視なんです。敵視なの？やめて、怖。でもめちゃめちゃ可愛いからもう大好き。どんな曲で？ドゥルドゥルドゥルとか。ドゥルドゥルドゥル。あれ可愛いよね。うん、可愛い。
とか、あとは、そうですね、鬼滅の刃とか結構好きで見てるんですけど、グレンゲや、グレンゲアニメのね、見始めてから曲好きになっちゃって、あ、その人もリサさんや、リサ、あ、確かにリサ、リサかぶり、今回リサさん紅白に、出らっしゃるんで、出られるんで、あ、もう本当に楽しみなの、超好き、見たい、紅白見たい、紅白とガキツカ交互に見る、わかる、年末はね、そう、そうだね、CM 入ったらよしって楽しみだね楽しみ、アニソン結構聴きます。じゃあ次行きます、無人島に一つだけ持っていけるとしたら何にする？これ結構あれですよ、自分はどういう人間かとバレちゃうから。ああ、私もうダントツでナイフ。ナイフ、怖っ、なんで、ナイフ一本あれば何でもできると思ってて、ちょっと怖い、なんでなんでなの、橋場メイがナイフって言うと怖い、なんでなんて言えば正解わかんない、え、なんでマシュマロとか言っときゃよかったいや意味わかんないいやなんかナイフあればさ、まず木切れるじゃん。あー、なるほど、あ、そういうなんかリアルに生活していくために、リアルに生活したいの、私は。なるほど、リアルさを求めてるから。あ、なるほどなるほど、そう、マインクラフト状態も確かに。で、木を切ってそこから斧だったりとか釣り竿とかいろいろ作れるわけ、家も。もうマイクラじゃねえかマジマイクラ、それで生活していけるなと思うので、まずナイフさえあれば私生きていける。え、すごい、確かにナイフ賢いかもしれない。そう、しかもさ、うちめちゃめちゃなんか変かもしれないんだけど、あのなんか無人島生活してるみたいな感じの動画めっちゃ見るんだよね一回も見たことないわめっちゃ面白い、なんか海外の人が、俺はなんか名前忘れて、俺はボブみたいな感じで言ってそれ絶対ボブじゃん無人島生活1日目ダメだな、へー面白そう。そう、それでめっちゃ、あ、くそ、蜂に刺された、こういう時はなみたいな、めっちゃこうやって吸ってペーとかみたいな。そう、蜂に刺されんのとか、なんかいろいろ虫に刺された時の対処法とかめっちゃやってて、かっこいい。でもボブ、ボブかわかんないけどボブじゃないの、名前忘れた。へー、じゃあナイフなんだ。そう、ナイフ。じゃあもう結構無人島体制はついてるんだね。いや、やったことねえけどでも無人島の動画見るでしょもう体制ついてる知識だけあれば。確かに。じゃあ全然話違うんですけど、はい、最近お姉ちゃんと喧嘩したことは。喧嘩したことしょっちゅうあるから忘れちゃうんだ、逆にね。なんかいいよ、言えるやつで。言えるやつ言えるやつ、なんかなんかあんま言ったら腫れそうなリアルなやつでもリアルなやつしかないと思う、ね、なんかちょっと、なんかちょっといい感じのやつでいい感じのやつ、うん、まあでも本当に、ないな、リアルなんだけど、意見を言い合う何、今日リアルそう、神宿に対しての意見を言い合うことによって、なんかより良くしたいから2人とも、神宿のさ、パフォーマンスとか、こっちの方がかっこいいとか、こっちの方がいいとか、お互いあるから、それぶつけ合ってみたいな。え、真面目じゃん。いや、それしかないよ、もうそういうの結構多い。あー、なるほどなるほど。最近は、前は本当くだんなかったけど。え、でもそれ喧嘩じゃないじゃん、でも必要な討論ってことじゃん。まあそういうことになるね。えらい、なんか大人になったんだね。そうなんだ。でもなんかそういう言い合いをしてると他のメンバーはなんかはいはい、分かった分かった、じゃあこうしよう、喧嘩しないでみたいなことめっちゃ言われるまあ激しいからねなだめられる、もうめっちゃ激しいから。え、ひながいつもなだめてくれてるよねえ、しおみも意外となだめてくるよ。あ、本当？うん、なんかはいはいみたいな、ちょっとバカにしてんのちょっとバカにしてんの、そうなの、マジな言い合いを。え、しおみがめいのことバカにしてんの？そうだよ、あの子ね、なめてるからねそうなの、塩だけに塩舐めてきた、最近慣れてきたから塩味。本当だよ、うん、舐めて舐めてきてるんですか、うん、じゃあちょっと塩味に今度ドッキリ仕掛けようね。何する、ちょっとなんかなんか塩ぶっかける、なんかドッキリする、どういうこと、わかんない、わかんない、どういうこと、なんか歩いてきてドア開けたら上から塩バーンみたいな、あー、いいかもしれない。で、塩まみれ、塩味だけにっつってじゃあそのね、塩ぶっかけドッキリやりたいと思います。わかんない。めっちゃ面白い。てか下にいない？いや、いる。絶対クスクス。やばい塩だ。やばい塩だと言わないだろう。はい、次、家族のためにしてあげたいこと。叶えてあげたいこと。私は、沖縄がさ、私すごい好きなの。はい。だから沖縄にマンション買ってあげて、そこに住まわせてあげたい。おばあちゃん、おじいちゃん、お父さん、かなみたいな風に思ってる。いいですね。そう、なんかそれを結構目標にしてる。なるほどなるほど。一つの。そうだね、沖縄確かにいいですね。まあ、私なんだろうな、お母さんとかお父さん、まあでも今の環境、まあ、結構住みやすい環境なのかなと思ってて。まあ一軒家だし、なんかこう、何、
ペットたちものびのびと生きていて、ね、かわいいよね。そう、でもなんか何でもいいよ、海外旅行に一緒に行きたいとかさ、温泉連れてってあげたいとか。あ、でも旅行は連れて行ってあげたいですね。あ、そうなんだ、ね、旅行行きたいって言ってた前。あ、そうなんだ、うん、旅行行きたい、温泉行きたいみたいに言ってたんで、なんかほんとめったにそういう機会がないから、親も忙しくて、うん、そういう機会与えてあげたいですね。あ、そのためにまず自分の夢を叶えていかなきゃですな。真面目だ。こういうところなんですよね。じゃあ次、お姉ちゃんにしてあげたいこと。え、ない。これから結構いい話になっていくところだって。ないでしょ、だってあの人にしてあげたいことなんて。いや、やっぱさ、一人のさ、兄弟じゃない、大事だからさ、こうお姉ちゃんのためにこうなんかやってあげたいこととかないんですか？ない、ないですよ。だってあの人何してほしいの私に。向こうも多分ないっていうよ。あ、そうなの、うん、でも結構ね、前にね、そのメイのこととか聞いたと結構いいこと言ってたよ。なんていうの、ね、それは YouTube 見て。YouTube 見て。ちょっと飛ばした。ねえ、絶対飛ばしてると思ってお姉ちゃんのやつだから。結構いいこと言ってましたよ。あ、本当ですか？はい、してあげたいことって同じ質問したの？あ、同じ質問じゃない、ちょっと違う質問した。だってしてあげたいことってちょっと難しくないか？マジでちょっと思い浮かばないな。もうしてあげたいってめっちゃ大きいことみたいに感じるかもしれないけど、すごいなんか小さいことしか思い浮かばない。ディズニーランドとか私が遊び行った時にお土産いるかって聞くことぐらいしか思い浮かばない。優しいよ。じゃあ実際お姉ちゃんのことどう思ってる？どう思ってる、別に、うん、橋間姉妹もっと仲良くしなよみたいな感じで柿木さんとか見てる人って結構思うこと多いと思うんですけど、別になんかめっちゃ仲悪いってわけじゃないと思って。言うて全然仲いい。いや、なんか思ってる人もいるかな。ああ、そうなんだ。メイリーもっとお姉ちゃんに優しくしなよみたいな。あ、いるね、たまに言ってくる子ね。 うちはもうこれが普通なの。みんなからしたら確かにちょっときつく見えてしまうかもしれないけど、私は生まれてからずっとこういうタイプだから、お姉ちゃんに対してツッコミみたいなもうなっちゃってるから、うん、お姉ちゃんボケたりしてて、うん、もう頭おかしいからさ、なんか何言ってんみたいな。ミキがでしょ。そう、ミキが、うん、どっちもおかしいってよく言われるんだけど、うんうん、でも仲いいと思う。だって普通になんか帰り道とかでさ、うん、一緒に帰る時とかもなんか2人でずっと話しながら帰ってるんだよね。そう、結構私たちもなんか普通さ、なんか携帯いじってさ、こう背中向けちゃうもんじゃん、なんか兄弟とかって結構で、そうじゃない人もいると思うけど、本当になんかずっと喋ってる、うん、学園でも結構ずっと喋ってるんだよね。なんか喋りかけてくるから喋ってる。かわいいお姉ちゃんだよ。そうだから、でもね、結構ね、優しい、ほんとお互いがちゃんとなんかこう優しさを持って接してるんだけど、結構真面目だから言い合うことがあるなーって思ってる。そうだね、そうかもしれないね。じゃあ今橋間メイが一番行きたい場所は何ですか？一番行きたい場所は、はい、スペイン。なんで？なんか海外に一回行ってみたいなと思ってて。おお、そう、なんか海外良くないですか？いいと思う。なんでスペインなの？なんかスペインの街並みを教科書かなんかで前見たことがあって。教科書？何年前なの？高校生の時。遥か昔じゃない？遥か昔じゃない。3、4年前ぐらい。3、4年、結構前。そうね、なんかめっちゃいいなと思って。へー、てかまず日本から出たことないと思って。あ、そうなんだ。日本出たことなくて。うん、あんの？うん、ある。え、どこ行ったの？韓国行った。韓国いつ行ったの？忘れた。韓国行ったことないんだ。そうなって、韓国すらも行ったことないから、なんか海外に行ってなんかこういろんな世界みたい。ああ、なるほどね。スペインなんか食べ物も美味しいイメージある。あ、そうなんだ。うん、何料理があるんだ？スペイン料理。それしかない。スペイン行きたいんだ。行こうね。じゃあスペインとかでもライブしたいね。いいですね、スペインライブ、ね、ワールドツアーでスペイン回りましょう。じゃあ、おー、行きましょう。やっちゃおい。じゃあ次はちょっと今プライベートなこととか個人的なことを聞いたと思うので、うん、ちょっと神宿の時の活動をしてる時について聞きたいと思います。はい、MC 担当じゃないですか、はい、橋間芽衣さんは、はい、なので MC してる時に考えてることとか、うん、する前に工夫しようって思ってることってありますか？ほう、
MC 担当ってなんか最初さ始めたっての時はさ神宿を、うん、何言っていいか分かんなくてとりあえずなんかめっちゃ喋ってたんですよ、うん、でもそれじゃダメだっていうことにやっていくうちに気づいてきて、うん、まずそのメンバーと一緒にこう喋っていかなきゃいけないなって私はそのパスを回す人だと思ってて、まあ、サッカーでいう中盤の人だったりボランチぐらいのポジション、うん、真ん中ね、うん、でなんかいろんな方向にパス出して指示出して時には自分がシュート打ってみたいな、うん、っていうパス回しがすごい重要になってくるなと思ってて、うん、そういうのを意識して、まあ、なんかメンバーにこう振ったりとかしてますね。あとはやっぱりお客さんの方を向いて喋るっていうのをすごい意識してて見てる方たちってさその私たちが喋ってる姿を見てるわけじゃないですか。でうちがこう皆さん元気みたいな風にやるとってめっちゃ嬉しそうな顔してくれる、うん、そのコミュニケーションめちゃめちゃ大事だと思っててメンバーとお客さんをつなぐ役だと思ってる私は。うーん、なるほどね、立ち位置的に。へー、なるほど。じゃあ結構考えてるんだね。考えてるかもね、そういうのは。でももう自然になんか意識するようになってるから考えてるっていうよりももう意識の問題。あ、そうなんだ。慣れみたいな、うん、すごいね。じゃあ将来なんかあれだね、番組とかさ、うん、出てさ MC とかしたいよね。したい、うん、したいですね。ゲストさん呼んで、この方です、どうぞ。テテレテテつってテテレテテで、そうカーテンパシャー開いて、こんにちは。完全バラエティーグループ。あ、そう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 。それでは実はもう次で最後の質問でした。お早いですね。じゃあ結構これ真面目な話で、私たちもう活動して5年経ったじゃないですか。はい。なので。まあ、神宿としての、うん、まあ、10年目とかのことは結構考えたりしてるじゃないですか、うんうん、だけど橋間芽衣のこの10年目はどうなのかっていうことで5年後はどんな自分になっていたいですか。どうなんだろうか。ちょっと見た目でもいいし中身でもいい。まあ多分10年後おそらく予想になってしまうんですけど5年後か、うん、5年後で10年目のこと5年後。そうそうそう。5年後はもう予想になってしまうんですけど、めちゃくちゃスタイル良くていいよ、そういうのいいよ、それね、それね、スタイル良くて、で、もうめちゃめちゃ国民的なもうアイドルさんになっちゃってる。神宿はもう日本のスターだーみたいな狙ってて、で、めっちゃドームツアーとかしてて。あー、いいじゃん、してそうだね。で、ドームに立っててアリーナーって言ってる。え、橋間芽衣か。うん。え、どういう場面でアリーナって言ってる。盛り上がってかアリーナーっつってみんなのパーッ5年後まで YouTube 残るよこれ。いいの。いいんだね、それでいいんだね。夢は、うん、言葉にして叶えていく。じゃあ5年後の橋間芽衣のアリーナーをみんな聞きに来てね。お願いします。でもドームツアーとかほんとしたいな。したいね、今ね、うん、なんか全国ツアーしてるけどドームツアーもしたいな。したい。希望を。みんながさやってない面白いこともしたいなって思うのよね。わかるんだよね。せっかくさこう YouTube もやってるし、なんかこうみんなしたことないような面白いことをもっとしていきたいなってね、日々日々考えてる。でもさめちゃめちゃさ考えるの楽しい。やっぱり楽しい。やっぱ大きいところでやれるところもなんかそういう可能性ができるじゃん、うん、いろんなやり方の、うん、そこをさみんなでさ面白いことやってやろうぜみたいに考えるのすげえ楽しいし、うん、楽しませたい。やっぱみんなのことエンターテイナーですね。エンターテイナー。せっかくいいこと言ってるのにそうやってふざけるから。そっかそっか、うちのダメなところが。本当だよ。はい、てな感じで、まあそういうねふざけるところも良いところだと思います。ということで今回の10の質問いかがだったでしょうか。これでねだいぶ橋間芽衣のことを知れたと思います。もうね、そう、姉妹は姉妹でなんか悪くないですよ皆さん。それねだからこれ普通だからもう。そうだからみんなそういう感じで見てあげてください。そしてねスペインには行こうっていうことだね。はい、海外いっぱい行きましょう。うん、楽しみですね。はい、てな感じで今回の動画が良かったなって思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。以上、私たち原宿初せーの神宿でした。バイバーイ。バイ。あ、次小山ひなの。